笑うの難しいよ。いい天気じゃないの今日も。いや、いい天気だ、いい天気だ。あ、月曜日からいい天気で嬉しいよ。頑張れるね。笑うの難しいな。泣くとか、シリアスとかね、そういうお芝居っていうのは割とできるんだけど、笑うっていう芝居はね、本当に難しいと僕は思ってます。簡単っていう人ももちろんいると思いますけどね、僕は難しいですね。笑うっていう芝居がね、笑えないもん。あんまり笑わないですから僕。だからこそね、練習しないといけないんですけど、まあ役者やってるわけじゃないんでね、役者じゃないので。じゃあなんで笑ったんだよ。はあ、疲れる。笑うって疲れる。さあ今日も頑張っていきましょうよ。今日ね、もう月曜日頑張って乗り切ったらもう楽勝ですからね。もう楽勝。月曜がね、やっぱり一番大事ですから。これ昨日言うべきだったな。本当は日曜日にこういうこと言うべきなんです。全然笑えない。まあいいでしょう、まあいいですよ。もう月曜日ですから。さあ、まあ今日ね、もう乗り切ったと思います。大丈夫だからね、大丈夫だから。もう明日以降はもうもっと大丈夫、もう大丈夫。平山茂は元気ですからね。さあこれからも皆さんの背中を一生懸命さすり続けますから、少しでも安心をお届けできるように平山茂はこれからも頑張っていきます。大丈夫だよ、大丈夫、大丈夫ですから。じゃあまた明日ですね。また明日会いましょうよ。ではさようなら皆さん、また明日。